全センターは三菱電機株式会社福永康夫様、ありがとうございました。長い成長おめでとうございます。さあ、それではこのまま久々のスタジアムヒーローインタビューに行きたいと思いますが、今日のヒーローは長井亮選手、おめでとうございます。手の範囲に続いてですけれども、 J リーグで勝ちたかった、味わいたかった勝利の味、今の気持ちはいかがですか？最高です。天皇杯と似たような形だったんですけども、もらって振り向きざまにシュート狙ってましたか？そうですね、もう本当にゴールが惜しかったので、本当に狙いたいですね。ニヤニヤしてますね。でもやっぱりチームとしてなかなか勝てずに、まあ、リーグ戦でもね、本当にあの勝利で飢えていた中で、勝ちに対する強い気持ちというのを芽生えて、それがこう結果と重なったっていうのは、今日の試合はでかかったんじゃないですか？そうですね、本当に出てる11人だけじゃなくて、本当にセレッソの選手、スタッフ全員が勝ちに向かってやってたので、本当にその結果が今日出たと思います。まあ、その結果と重なったのは嬉しいですよね。で、まあ、1個勝って OK なのではなく、ここから9月はあと3つあります。なんといっても次はダービーでございますけれども、意気込みを一言もらえますか？チームとしても個人としても本当に勢いに乗ってるので、本当にガンバをぶつぶつつもりで、みんなで頑張るので、応援をお願いします。素晴らしいね。ちなみにですね、ここでのヒーローインタビューというのは結構久しぶりなんですよ。勝利者ヒーローインタビューで、いつぶりか知ってますか？聞きたいな。言っていいですか？半年ぶりです。謝る。どうもすいませんでした。あ、これ俺いいですか？永井選手言いますか？言います。ロビー、勝っても喜べる準備ちゃうし、流れで流れが決めればもっと楽になるで、そこに謝っとき。謝ろう。ヒーローインタビューで2回謝るんですね。まあ、もう欲しかった欲しかったホームでの J リーグの勝利ということで、これは、ね、勝利の星の最後、永井選手を貼っていただきたいと思いますので、おーおい、皆さん覚えてもらってますか？おーおい、覚えてますか？サポーターの皆さん、おーって今から2時間3時間言いますから、セットマイクをください。おー